降ってますね。腹減ったな、喉乾いたな。トモトモ。トモトモ。おはようございます。奇跡の合流。いらっしゃいませ。いや、じゃあ一杯もらおうかね。そうですね。偶然ですが、あ、初のいい雰囲気で合流できたので。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。すごい偶然ですね。いやー、さすが渋谷ですね。渋谷地元ですもんね。僕、渋谷地元です。ピットボブさんといえば、やっぱり印象があったのは、そうですね。練馬の人だと思われちゃうぐらい、練馬がファッカーぶってますからね。まあ、あとは首のタトゥーの53もそうですけど、53年も多いですね。それこそ D4 君だとか、タンニャ、ガミ、マサル、ボソウ君、マッチョ君も、マッチョも53ですよね。AK もそうじゃないですか。もうかなりの大世代ですよね。そうですね。まあ、あの人は53の世代ですね。で、地元DJ ムナリ君も、ムナリは地元が一緒なんですよ。それでムナリ君がニューヨークに来たんですよ。2000何年か、俺はニューヨークで東京をしたいって言ってた。その時一緒に活動してて、はい、どういうふうに思ったとか、本人がそう思ってるんだったら、それがいいのかなと思っちゃうんだけど、一番最初あいつ、それこそ200円買って、200円とスクラッチレコード2枚持って、プレイに行って、空港 JFK ですね。JFK に到着して、中で日本人見つけて、その人に話しかけたらしいんですよ。それで、今こういうことをやりに来たと。そしたら、たまたまじゃあ、うちに一泊泊まんないよな、運よくそこの日本人が言ってくれて、これがまず持ってますよね。そしたら、そこの泊めてくれた日本人が、俺、日本人で DJ やってるやつ一人知ってるか、はいはい、ここ行ってみなよって、次の日、ムナリが教えてもらったアドレスのことに行って、はい、コンコンコンって出てきたのが、はい、あのネイバーザバッカーの DJ を今やってる、はい、DJ チーフレッシュです。3ヶ月本当に200年あっちで生活をして、で一回戻ってきてるんですよ。で僕と一緒に解体屋とかやって、ニューヨークまたすぐ行くからと、まず必要なお金だけ作るのそこ行ったら、一回行って、はい、どういうことが必要で、はい、俺は何をするべきなのかっていうのを、はい、もうちゃんと肌で感じてから一回日本に戻ってきたんです。彼女は最初はあの解体屋をやるとお金ないじゃないですか。それでまあ最初はやっぱ遊んじゃったんですよ。どうそれやばいって話になって、今の状況でもうチケット取っちゃおう。でチケット取って、ニューヨーク、僕も1ヶ月だけ一緒に行くんですけど、ポケットに1万円しか持ってなくて、で、D フレッシュの家で一緒にさせてもらって、まあ、1万円も初日になくなるじゃないですか、と思ったら、もうちょっと万引きとかもニューヨークでしたりとか、みんなが風邪ひいたら、ちょっとあのセントラルパークの駅まで行って、薬盗んで飲ませてたりとか、そういうことやったりして、でもずっと続かないじゃないですか。で、食事はなんか、D フレッシュが、ジャパニーズフードレストランみたいなとこの敷地内なんですけど、庭みたいなとこで、日本の屋台。屋台長みたいなやつなんですよ。毎日そこ行けば食事と酒を出してくれるんですよ。でやってたんですけど、なかなかこれは厳しいなってことになって、日本人街にキャバクラがあるんですよ。そこのキャップチみたいな人をニューヨークもらうのか、でしょ、もうとりあえずやるしかないなと思って、でまた紹介してもらっちゃったところで、まあ、働いて初日、まあ僕なんてもそんなキャッチなんてやったことないしできないんで、もうとりあえず1軒目初日でクビになってこれで笑っちゃいましたね。で2軒目がすげえよくしてくれて、でそこでもうキャッチやってたわけじゃないんですけど、キャッチの友達とかで一種ワンとかだったんですよ。へえ。僕もそれで1ヶ月後チケットがどうするかの結局の選択で、とりあえず戻るよっつって戻ってきて、はい、でそっからぐらいはずっとニューヨークさんで戻ってきて、リオ君とかとの、はい、まあ、出会いというか、デリマザファッカーに入るやるっていうふうになったきっかけ的なことっていうのは、まず出会いは、それこそムナリが DJ やってて、であいつがあの DJ パラトリック504持ってるじゃないですか。ムナリがリアルビールって渋谷のクワトロにある本田さんのとこでバイトさせてもらってたんですよ。で行ってる時にパトリックさんとかが知り合いで、はい、そこで来てたんで、で赤い目 PP っていうクルーをパトリックさん作ってたんですよ。それでムナリはそこに DJ 修行として入って、で
必然的にそのやっぱ雷じゃないですか。この赤い目 PP だけだと雷の動きがくっついてくるじゃないですか。でそこの雷のところに合流した時にもうすでに BO がいて、で同級生じゃないですか。やっぱりもう体育会系みたいな世界なので、まあ、同級生も意気投合できるわけです。そこで意気投合して歩いたら BO のライブ DJ を無駄にやるらしい。ここで BO とかにも知り合ったんですね。それが19、20歳とかで、そこからまあ時は過ぎて、そこから友達になって、まあ、はい、日本のライブ行ったりとかするじゃないですか。デリバナファッカーとして出まして、渋谷の楽器としてデリバナファッカーのライブ見てて、東急本店の別府の道のローソンあたりですね、はい、って後ろから声かけられて、で振り向いたら DO で、水くせえじゃねえかよ、声かけられ、ごめんごめんって、もう連絡先忘れてたわみたいな感じで、ちょっと車の問題あって、車に乗ったんですよ。その車の中で、ブートストリートやろうと思うんだよねっていう、ニューヨークから帰ってきた直後ぐらいですね。その時ダンスやってたんですよ。ただなんかもうダンスに対しての気持ちがちょっと弱くなってきたというか、どうなんだろうなみたいなところがあって、でもヒップホップはやりたいみたいな、行く前から働いてた解体屋で働いてたんですけど、どうしようかなと思ってちょっと考えさせてもらって、一か八か分かんないけど解体屋はやめちゃって、その CD 屋さんヒップホップだし、じゃあやることがもう俺にとってもヒップホップなのかなと思って解体屋をやめて、で俺プロでやるよって言ってから、いいよ、多分24時間雷の先輩のケアとかパクられちゃいましたけど、まあ、そのパクられちゃったことに関してはどうですか。それはもう僕がどうこう言えることじゃないですからね、うん、気をつけてって感じですけどね、いきさつが分かんないんで、何かしら事情があると思うんですけどね。ここのお店はどれくらい前からやってるんですか。はい、僕は自分でやりだしたのは4年前ですね。もともと母親がバスのスナックですよね、夜が難しくなってきたみたいな5、6年前からの相談を受けてたり、はい、安心させるためにも全然大丈夫なタイミングで言ってくれてたら、そこを言われちゃってどうしようかなみたいな、まあしょうがないからやろうって決めて、そのタイミングでちょっと自分のソロの動きをちょっと中心でやりたかったんで、このね、今の動き、すげえ悩んだんですけど、D が引き出して、ちょっとまあ、ね、今の動きから慣れようかなって言って、離れてちょっとソロでやったみたいな、それで渋谷に戻ってきた。いや、今後はグランドマスターで今ね、やられてるんですけど、ね、はい、制作の方とかも、はい、やられてるんですよね。そうですね。10月の23日の新曲、はい。新曲、はい、楽しみですね、はい、ぜひチェックして、はい、お願いします。 YouTube とかもやられてるんですよね。 YouTube さんとかにはお前もって全然絶対なかったとか、いろんな人を受け入れてくれるよみたいな、やっぱりなんですかね、僕らっていうのはラップだったりとか MV ばっかり、うん、だった世界って怖いもんか、そんな印象ばっか持たれて、はいはい、あのすいません、俺もちょっと失礼かもしれないですけど、はいはい、結構はちゃめちゃな方なのかなっていう印象、あ、本当ですか。印象はやっぱ見た目とかやっぱもう、そうなんですよ、あんまり、いや結構あのタトゥーに関しても顔とか入れたり首とか入れたり手とか入れたり、今はもう結構、まあ、バットホップもそうですね、普通じゃないですか、ほとんどいないですけど、それにしても普通じゃないですか。けど当時ブートストリートの時とか5年10年前ぐらいっていうのかな、手首から前だったり首から上だったり入れてるやつってのはもう本当ちょっと気合入ってるっていうか、多分もうこっちで行くっていう風なのを決めちゃってるやつみたいなのが強かった中で、結構もう行かれてる感じがあったんで、結構はちゃめちゃな方なのかなっていうのはやっぱあったんですけど、最近喋って、あ、普通に喋れる方なんだ普通に喋れないパターンがあるわけですね。キックボクシングは本当に自分もやってますけど、中途半端にやらないようにっていう風に追い込む部分もありますけど、いいですね、その運動する上でヒップホップと通ずるものもあるし、みんなやっぱりヒップホップ好きですし、活動がリンクしてるっていうか。このお店は基本毎日開けてるんですか。例えば月曜が定休日ですよ。火曜日から木曜日が7時から夜中の1時まで、金土が7時から3時までで、日曜日が2時から7時までです。いいですね。ここで、まあ、ラッパーが来て、はい、フリースタイルみたいなのを聞いてた。そうですね、それこそ1年ぐらい前ですね、初めてのイベントとしてスピットバースっていうイベントを組ませていただいて、その時はジブさん、ウジ君、チノ君の人たちゲストに呼んで、お客さんこの距離感でラップのことについて語ったりとか、コロナで今ストップしちゃってますから、ぜひ、いろいろぜひぜひ、なんか自分らもこれから悪ガキジムって誰でもラップができるような環境をみんなで前に回して、とにかくビートずっと流し続けてラップをするっていう、そういうのやってるんですよ。まあいろんな場所でやってもいいなと思って、その時はぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。なんかムナリ君と曲作ったりとかも。あ、今回はムナリの曲ですね。あ、そうなんですね。やっぱりまだビートはしっかりと、まあ、確かになんか音楽 100% 集中だったものをしてる感じではないと思うんですけど、今あいつの YouTuber やっててですね、なんか俺ちょっと見たことあります、奥さんが、黒人
さんで、で息子さんがいてみたいな、はい、3人ぐらいいますね。3人いるんですか。上の2人は前の奥さん、まだ離婚後の成立してないんで、うん、嫁さんではないと思うんですけど、ずっともう一緒にいる彼女で、はい、ベビーママですから。俺ルナリ君はちょっとまだ面識ないんで、あもうぜひぜひタイミングだったら交流してですね。そうですね、はい、本当に今も住んでね活動してる人っていうのは本当にもういなくなってるから、活動してくれてるんだったらすごい嬉しいなって。そうそうそう、もちろんマイペースで変わらないですけど、まあどうだったら作りに行ったりしたりしてるんだって作ってたんですもんね。はいはい、はい、飲まないとトップの雰囲気味わえないですよね。そうですね、行ったことあるんで分かると思うんですけど、はいはい、全然違うじゃないですか。全然違うですね、全然。それはやっぱり行かないと分かんない。そうですね、行ける人は行った方がいいですよね。そうですね、行ける人は行っとけって感じですけど、早いやつらもトップ行こうって言うんだったらやっぱり現地行かないと。そうですよね、やっぱ始まりがアメリカでできましたからね。うん、そこを見るとね、違うですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。近所なんで、はい、近々来ます。はい、はい、もう毎日お待ちしてます。はい、ぜひ。先生ちょっとカードいただいてきますんで。ありがとうございます。今日はピットコブさんゲストでした。サイボンジャンプ WTTB、yeah,